あ、それはもう元々落ち着いて、あ、そうなの、落ち着いては、多分10キロ落ち着いて、じゃあ、砂キロだったら落ち着いたら、じゃあ、まあ、はい、今度は右にして下にしてドライブにしますね。はい、じゃあそのままそちらに出るっていう感じで、はい、あ、後ろに、はい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 、走行モードとかは、はい、あ、変えられることもできるので、ちょっと落ち着いて走ってとかに、後ろが見やすいですね。あ、ありがとうございます。ハンドルは新型リーフのものと一緒のパーツを使ってるわけですか？そうですね、ハンドルは変わらずっていうかですね。左、はい、左でそのまま。出足が軽いですね。あ、ありがとうございます。そうです、もう 100% モーターの力なので、あの エンジンのちょっとこう低速域の、はい、こう最初は遅く、ある、うん、ある突然グーンってこう上がるようなエンジンじゃないので、うん、もう何でしょう、こう、ね、最初からトルクが、そこからトルクが出てっていう、ね、はい、その、うん、インパクトというか、その何でしょう、アクションというか、うん、そのようなずっしりのモーター 100% の走りっていう感じですね。ノートより重たい気がしますけど、うん、はい、出足とかいいですね。ここ あ、 ありがとうございます。チューニングは違うわけですかね。うん、そうですね、一応この E パワーも、はい、従来の E パワーよりもちょっとグレードアップしまして、はい、トルクはさらに良くなり、はい、で静寂性もアップして、はい、必要な時にこう必要な分だけっていうこのタイプのハイブリッドのタイプですけども、その回数をできるだけ減らして、はい、なのでそのモーターのタクをグーンともうエンジンが動くっていう音をこうできるだけ回数少なめにして音を小さくしたっていう。持ってるあのバッテリーの容量っていうのは何キロ？あ、リチウムがだいたい9ぐらいですね。9ぐらい、はい、9あればね、上等ですね。そうですね、今多分自分のリーフは20切ってると思うんですよね。ほうほうほう、うん、あ、今乗ってらっしゃるリーフはあのじゃあ本当に初期型の中期モデルですかね。あ、中期モデルですか。2セグはかあの2つかけてますので、ほう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 、あ、かけちゃって満充電で140前後ぐらい、ね、なるほどなるほど、今の時期でですけど、うん、エアコンがきついですよね。140ですね、140ちょっと切るぐらいですかね。うん、9だけあればよっぽどかいいですね。そうですね、出足が速い、うん、あれ、そうなんですよ。これエコモードみたいなのがあるんですか？あ、ありますあります。こちらのドライブモードっていうボタンを押していただくと、はい、はい、今度はあの回生ブレーキが強くなるんですよ。 S があの通常の、加速に、あの加減速に回生ブレーキをかなり強めに使ったものになります。そうですね、はい、でもう一回押していただくとエコモードになりまして、そうすると加速がかなりこうゆっくりになるんですよね。そうですね、はい、それはリーフと同じですね。よく似た感じですね、はい、そうですそうです。従来のその、あのシステムと全く変わらずになってますので、このエコモードで走るとリッター20いくつとかって、ね、あ、そうですそうです、はい、伸びますね。なのでまあ通常のガソリン車っていう言い方で言えばあれですけど、ガソリン車の言い方でも、例えば
ちょっといたわってゆっくりこう加速していったり、はい、あのしていくとやっぱ燃費は伸びますし、今度あの e パワーですとできるだけ電池で走る、そのバッテリーした充電で走っていくと、はい、あの燃費はもうエンジン動かしてないのでガソリン全く使ってないんで、はい、どん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 燃費としては伸びていくっていう感じになりますね。すごいな、この商品そのものはもう以前からあの外国の方で売られてたんですか？あ、そうですそうです、このキックスっていう車は、どこでしたっけ、ヨーロッパだったかな、ヨーロッパだかに、そうです、まあ、一応海外に、はいはい、あの売ってたものをそのまんまにしてたんですけど、日本でこう輸入したときは e パワーに、はい、完全にこう e パワー用にしたっていう、仕立て上げたっていう感じになりますね。あの海外で売ってた頃はもうエンジン普通のエンジンですね、はい。300万で買えるんですか？そうですそうです、はい、今流行りの、ね、デザインで、うん、なんでもう相場としても結局ベゼルとか CHR とかあの辺と同じ相場ですけど、結構価格帯としてもほとんど変わらない、はい、しかも維持費に関しては 1.2 リットルですね、うんうん、そうですそうです、税金が安い、ね、安くなりますね、はい、その通りです、買わない手はない。ありがとうございます。もちろんあれですか、そのリーフはこちらも初置いてね、点検出してもらってたりとかってことですか？そうね、あの豊川店で面倒見てもらってますけど、ああ、はいはいはい。今日ここであの現車を見かけたので、たまたまこうちょっと動いてる時に、なるほどなるほど。マーツはもう、うん、あの釣りによく来るものですから、今日も そういった都合で、どちらまで行かれたんですか？一応浜名湖ですけども、奥浜名湖の方、奥浜の、はい、うん、だからね、家からあの愛知県からですけど、うん、そうですよね、来てもあの、まあ、電気なので、うんうん、燃料代があの、うんうん、抑えられて、ね、抜群に変わりますよね、うん、どうです？リーフだと一応満充電からだったら全く気にせず乗れる感じですかね、はいはい、途中で充電すればあのでもゼスク3なので、うんうんうん、その都度ねあの課金がその重量制になるので、うんうんうん、まあ、辛い目に遭ってますけども、ね、うんうん、そうですよね、本当に株主総会とかでクレームが出たので、うんうん、やっぱり日産さんの方であのプランを、ね、見直してもらえるんだったら、うん、ちゃんと言えてですけど、それ待ちみたいなですね、あなので、まあ、ハイブリッドっていうか e パワーとかの、ね、選択肢も入れて、うん、今後はねあの、うん、車の購入考えて、ね、ね、e パワーがいいかなと思ってたんですけどね、うんうん、値段が値段でね、車が大きいとどうしてもね、400、500万とかになっちゃうんで、ね、はい、ほとんどロードノイズしか聞こえてこないですね。そうですね、本当に、ね、こう僕もこう市場であの、まあ、先にちょっと乗らせてもらってこう動かしましたけど、やっぱりこう僕がもう自分でこう通勤用にノートイーパー乗ってるんですけど、はい、全然静かだなと思って、ね、うわマジかって思いながら、ノートも早くしてくれって思いながら、やっぱりフロアパネルとかの段々遮音材とかそういうのはどうしてもね変わりますからね、はい、こんなに違うのかと思いましたね、びっくりしました。もっと早く市場投入すればね、うん、あのこっちに変えたのいいとか、ね、そうですねって思っちゃいますね、はい、視界も広いですしね、はい、全然やっぱ SUV らしさがこうしっかりと出てますので、ね、でさっき後ろも見やすいっておっしゃってますけど、はい、やっぱこうベゼルとか CHR よりもやっぱり、ま、全然違いますよ ね、うん、窓が大きく設計する。 CHR はですねちょっとお世辞にもですね後ろが見える状態じゃないですか、ね、そうですよね、はい、ラブホールでだいぶ改善されたので、うん、まあ、じゃあここを入っていく、はい、
と向こうから対決するかなと思ったら、価格帯がどうやら違うみたいで、うん、こちらの方があのお買い得感が高いっていうことですね。うん、大きくなりすぎて、うん、あの高級路線に、ね、入っちゃったので、はい、すぐ500万ぐらいになっちゃったら欲しいものって。そうなんですね、今ラブホって、ね、この音質感なんかね、イタリアのか、うん、なんかマセラティとかね、あの、はい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 、イタリアのなんか高級車みたいな感じ、そうですね、確かにね、ランチャーとかですね、ヨーロッパのそのあれですかね、そのセンスが、そうですね、多分そっち向けに意識されてるような、日本人どっちかっていうとアメリカよりも、あのヨーロッパの方のね、はいはい、あの車のその内外装がね、ちょっと受けてると思うので、そうですね、戦略的にはすごいなんか魅力があって、エコモードでもスムーズですね。そうですね、本当にずっとエコでもいいかなって思うぐらいです、ね、リーフの加速とそんな変わらないような気がする。あの実質結局モーターは変わらないんですよ、はいはい、リーフもセレナもノートもこのキックスも、モーターは基本変わらないんで、リーフの、はい、ずっと何も考えずに、あの運転だけに集中してると、リーフ乗ってるみたいな感じがします、はい、そうですね、はい、リーフよりもあの、旧型はね、あのあれですけど、E ペダルがあるんで、はい、めちゃくちゃ楽ですね、はい、ブレーキランプ、ブレーキのペダル踏んでないですもんね、はい、そうなんです、そうなんです、E ペダルはアドバンテージ大きいですね、兄さんの方もね、そうですね、良かったですよ、ありがとうございます。ぜひこのままどうですか、乗って帰りたいと思いますよね。そうでしょう、豊川日産さんで、あの整備は買ったところは違うところなんですけど、さらにまた別の、はいはい、家をね、家の都合で、ちょっとあの遠くなっちゃったので、ほう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 、はい、近いところでってことで、そうなんですね、はい、ちょっと午前中は大変だったんじゃないですか、こう雨とかで結構降ってましたけど、そうですね、すごい雷雨でしたね、ワイパーが見えないような感じですね、あ、そうですね、はい、これはそのままワイパーが出てくる、あ、出てきます、そうですね、出てきます、出てきます、はい、機能としてはこうインテリジェントルームミラーちゃんとこれがついてますし、これ以上何もいらないぐらいついてますね、うん、そうですね、もうバッチリだと思います、うん、あとはノートと違ってセレナはついてるんですけど、はい、まあ、マナーモードっていう感じで、できるだけ電池で走るっていうモードがあって、はい、なんで夜間こうやっぱどうしてもエンジン変えたりとか、朝早くとかこううるさくなっちゃって、こう周りの近所に迷惑だなって思った時にこういうところを使っていただければ、はい、できるだけこうエンジンは絶やさず、でもう本当にもうエンジン動かさないとまずいっていう時にはちゃんとこう動いて発電するっていうような感じになってますので、うん、あのリーフではあの音がピーンって鳴るのを消したりつけたりできるんですけども、はい、あのバックのそういう機能もがその横にボタンにあればあるんですけど、ちょっと今の記憶じゃありますかね、車になんかこうメガホンみたいなマークがなさそうですね、はい、じゃあ、じゃあまあこれはエンジンがついてるからあれですよね、そうですね、なさそうですね、
はい、音も真左で、はい、はい、大丈夫です。が買いたくなる車ですね。新型のリーフもいいですけど、うん、5年後はまたね同じ風になっちゃいますんで、うん、はね、やっぱりなるほど、ね、うん、確かにそう立ちごっこになっちゃうの で、 そ、 うです、ね、その都度新車に変えれる人はいいですけど、はい、うん、まあもう6年7年くらいは乗りたいっていうことになると、うん、ちょっとあとの残りの2、3年が苦しいですね。そうですね、じゃあまたお好きなところに止めちゃってください、はい、ありがとうございます。個人的にはこのレバーが好きなんですよ、ね、あ、はい、ちょっと飛び出た感じで、そう、これが好きだなって僕思ってて、ノートとリーフはこの丸っこいやつ、そうですね、ちょっと若干操作しにくいなっていうのも、あれにここに、そうです、そうです、そうです、はい、ピンになってます、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、300万ですね、うん、そうですね、だいたい300万ぐらいになりますんで、どうします、Okay.